願いが叶わなかった人へ。人生には時に辛い瞬間があります。願いが叶わないことは誰にとっても辛いものです。しかしそれはあなたが努力し夢を追い求めた証でもあります。願いが叶わなかった今、立ち止まって悲しんでしまうこともあるかもしれませんが、どうか諦めずに前を向いてください。願いが叶わないことは新たな道を見つけるためのチャンスでもあります。この経験を成長の機会と捉え、自分自身を磨き続けてください。困難や失敗は人生の中で最も重要な教訓を教えてくれるものです。逆境を乗り越えることで、あなたはより強く、より知恵を深めた人になることができます。また願いが叶わなかったからといって、あなた自身の価値が低くなるわけではありません。あなたは独自の素晴らしい才能と魅力を持っています。自分自身を信じ、自分の可能性に向き合ってください。失敗や落胆は一時的なものであり、あなたが本当に望む未来に向かって進むための試練です。周りの人たちにも支えてもらいましょう。家族や友人、信頼できる人に相談し、助けを求めることは大切です。時には他の人の経験や視点から、新たな希望やアイデアを見つけることができるかもしれません。もしよかったら動画下の概要欄から、小夫婦の無料相談ご利用ください。最後に、あなたが願いを叶えるために、行動を起こすことを忘れないでください。目標を見失わず、自分の夢に向かって、一歩ずつ進んでいくことが重要です。過去の失敗や叶わなかった願いにとらわれず、未来への可能性を信じて歩んでください。願いが叶わなかった今こそ、自分自身を再評価し、新たな道を切り開くチャンスです。もしよかったら動画下の概要欄から、どんな願いも叶えてくれる、現世利益の最強神である、昇天様への各種祈祷をご利用ください。頑張ってください。あなたには素晴らしい未来が待っています。合唱。